トミー・スミス、ウベは、イングランド、リバプール出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。リバプール FC では、キャプテンも務めていた。リバプール FC のユースチーム出身で、1962から63シーズン、5月のバーミンガム戦では、FW としてデビューを果たし、1964から65シーズンから完全にレギュラーポジションをつかみ、 ビル・シャンクリー、ボブ・ペイズリー監督政権下における黄金期のキーマンの一人となった。強靭な DF として対戦相手と激しい争いを繰り広げるなど DF の中心として活躍。1972から73シーズンにはキャプテンとしてチーム初のヨーロッパの舞台でのタイトルである UEFA カップ優勝に貢献した。1976から77シーズン。 チャンピオンズカップ決勝のボルシア・メンヒエングラートバフハ戦では決勝ゴールを決めチームの優勝に大きく寄与した。1977から78シーズンチャンピオンズカップ決勝直前 DIY 中にハンマーを落とした怪我により決勝への出場を逃した。リバプールでは約18シーズンを過ごし通算638試合48ゴールの成績を残した。 1978年にインベの称号を授与1979年に引退した。イングランド代表としては U-23 代表を経て1971年のブリティッシュホームチャンピオンシップにおいてウェールズ戦でフル代表をデビューするもその試合のみの出場となった。ありがとうございます。